皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオブラザーズワンダーパート11やっていきましょう。今回は前回見つけたワールド2の新たなステージ、みんなの広場から進めていければと思います。どうやらここは一人で挑戦するというよりはみんなで協力してやるステージみたいなんですが、なるほどね。いろんなキャラクターの隠しブロックがあると。まあでも今回 MK さんはね、ピーチだけで一人でクリアしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。この土管入れるんじゃないでしょうか。 OK、 奥の方に今ワンダーフラワーコインがありましたからね。そして手前にも一つあるな。ブロックが一つだけ宙に浮いてるのが気になりますが、ああいう壊せないブロックが一つあるということは、まあ歴代マリオシリーズやっている方はわかりますよね。多分この辺りにツタがあるはず。あれ？ないな。下からか。この辺りのツタが着地する場所だと思うんですよ。OK、 いけるな。なんだかんだこれまでのマリオシリーズをやっていればわかるくらいの難易度にはしてくれているみたいですけど、待って、入れるのでは？違う？この辺、おっと、コインの音がしましたね。ということはここの下入れます。ワンダーフラワーコインあるでしょうか。 OK、 4枚目、いけるぞ。あれちょっと全然クリアできるぐらいにはなってるな、一人でも。そしたらこっち側に移動して、あれ、戻るだけ。なるほどね。ということはこの道中が怪しいな。なんだ、土管か。こういう土管に全部一応入ってみますけども、違うな、土管の中ではない。一応もう一個あるからあれも入っておきますが、やっぱり違う。となると押すのか。こういう土管、違うな、押す、違うね。あれか、そっち側の土管を押してきた。そういうことだ。足場を作って上に隠しブロックか何かがあるんじゃないでしょうか。ちょっとずつちょっとずつ押して試してみましょうか。隠しブロックないですか。ないな。あれ、もうちょっと押して、このオッケー、ワンダーフラワーコインすべてゲット。任天堂さん優しいから、あれだね、 MK さんみたいなぼっちの人でもクリアできるような難易度にはしてくれていたみたいです。オッケー、そしたら次、ヘビムシの雪山登山道行きましょう。難しさは星1。いきなりめちゃくちゃ簡単なステージだとちょっと拍子抜けしちゃうんですけども、ヘビムシというキャラクターはこれまでいなかったんですけど、なんだこいつ、雪をパンチして壊していってる。そしてクリボーはまっちゃったねじゃあはまったクリボーを倒しまして、多分このさ、尻尾のところが弱点なんでしょうね。下から叩くんじゃないのか、上から踏むのが正解。そしたらここで踏む、オッケー。いや倒しづらいな。そしたら雪ってワクワクするだよ。あ、なるほど、この雪ブロックは上から叩けば一応壊すことはできるみたいですね。ヒップドロップでもいけるのでは。ほい、あー、やっぱいけるんだ。そして今そこにフラワーコインがあったのでゲットしておきましょう。クリボーがいちいちこっち向いてくれるの、アニメーション可愛くていいですね。スターゲット、いいんですかこんなところでスターもらっちゃって。待て待て、走れ走れ走れ、何が起こるか分かりませんが今日も冷えるな。これ全部倒していいやつ。ま、でもいいか、雪のブロックはどうせピーチでも花とかで壊すことができるから、まああいつを倒したからといって解けない仕掛けがあるというわけではなさそうですね。はい、そして10コイン1枚ゲット。ここからはまたゾウフラワー、ゾウフルーツ、ゲットできました。なんだこいつ、ケポラケポラみたいなあのゼルダのフクロウみたいなやつがいましたけど、そしてさっきちらっとここで10コインが見えておりました。危なっ、袋を突っ込んでくるのか。この巣みたいなところは壊すことはできないみたいですね。と言っても無限に出てくるわけでもなさそうですので、まあ一回倒したら無視していいでしょう。1、2の3、 OK。 何なんだあいつら。そしたらはい、中間ポイント取りまして、ここはなんかある？あ、フラワーコインありました。結構ね、あの、パネルくじとかで使いますので、ゲットできる時にゲットしておく。あ、ま、マジか。ちょっと待てよ。こいつ、OK。あ、ごめんなさいね。なんだかずっと見ちゃうって言ってて、ハマってたみたいですけども。あ、硬いブロックも壊してくれる。こいつは先に倒さない方がいいんじゃないのか？はい、この辺りでフラワーコインゲットで、待てよ。ここ、いる？雪ってどこから来てるんだろう？雲じゃない？で、そこからジャンプしてきて、オッケー、壊してくれた。いや、先に敵を倒すのもまずいんですね。ちょっとその辺は、しっかり見て、なんだなんだなんだ、あ、なるほどね。
これ雪が埋まっちゃう雪が積もってくんだ。へえ、うわわわわわ、ちょ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 、やられちゃったんですけども、めちゃくちゃおしゃれな仕掛けじゃない？そしたらこれさ、ゾウピーチの方がやりやすいな。はい、ゾウでこの辺りの雪を壊して10コインゲット。あぶねえな。え、ああいつ別にあれか、後ろ側じゃなくてもゾウだったら倒せるみたいです。で、あとはもう、ワンダーシードをゲットしてゴールするだけ。一応その下も気になるから行っとく。はい、ここ通って、ああ助かった。あ、よかったね。そこは一応雪宿りができると思いますので、そこで埋まんないように気をつけてくださいね。あ、吹雪だから横から来ることもある。待てよ、ここ歩いてはい、オッケー、全部のフラワーコインのちっちゃいやつゲットで倒して、倒すの正解か分からんぞ。こう来て、こう来て、そっち側でオッケー、ワンダーシードゲット。終わり？待て、10コインはもうゲットしてるから、あとはワンダフルでゴールさえすれば終わりのような気がしますけども、ここで、あ、なるほどね、壊されないようにしてワンダフル、ありがとう。なんか簡単なステージではありましたね。ですけど新しい敵の紹介的な部分が多分でかいんでしょうから、今後あいつに苦しめられることもあると思います。そこはちょっと意識してやっていきましょう。はい、ゾウピーチの状態でクリアすることもできました。倒した瞬間の写真パシャッと、ありがとうございます。で、そこもう終わりか。あとはこのパックンフラワーのところだけですね。じゃあワンダーシードを使ってパックンフラワーなんとか倒しちゃいましょう。オッケー。この結局弱いやつだっていうのが可愛いですよね。はい、じゃあ行きましょうか。メリコンドルは飛んでくる。難しさは星2。メリコンドル、ツッコンドルの親戚か何かなんでしょうか。そう、スーパーマリオ 3D ワールドとかキノピオ隊長とかにツッコンドルという敵がいるんですけども、いやでも見た目は全然似てないな。名前だけといったところでしょうか。レンガブロックは壊せるみたいですね。これさ、このハテナブロックもいけます？君、最初に見ておきたいからちょっと試してもよろしいですか。ハテナブロックまで破壊するのか、それとも止まるのか。止まるんだ、なるほどね。じゃあまあアイテムとかがなくなることはないと。あいつら僕のこと狙ってないよね。君だよね。はい、私だとは思いますよ。そしたらこの辺しっかりゲットしていきまして、フラワーコイン大事ですからね。待て、おい、これ引き寄せか。オッケー、ナイス。ドッスンみたいな感じか。ってことは勢いでもいけちゃう。わあ、待って、絶対上が怪しい。これ意味もなくあるわけないよね。オッケー、ナイス。少ないけどどうぞ。ありがとう。フラワーコイン2枚、大事に使ってね。はい、まあ大事に使うも何もすぐにパネルくじでなくなってしまうとは思いますが、こういう土管は入れない。これ勢いか、いくよ。これでいけ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 、ナイス。そういうことでしょう。これまでのドッスンと一緒で、なんだ、え、ヒップドロップ、ここでヒップドロップ、え、違う、待て待て待て、なんか今下向き矢印のように見えた。あ、なるほど、フラワーコインを下に落とさないようにそこで止めろってことね。待てよ、その上絶対怪しい。このコインのところにツタがあるわけではないということは、こいつを踏んで上に行けと。なかなか難しいこと言いますね。オッケー。はい、これで1アップキノコ、初めてゲットしたんじゃない？1アップキノコ素で。まあこれまでも隠されていたことはあったんでしょうけども、見つけたのは初めてですね。危ないって君、メリコンドルね今日も。はい、ここで10コイン1枚ゲット。勢い派慎重派決まってんじゃん。 MK さんは勢い派だ。ほら、危ない、勢いに任せるとこういうことになるからね。はい、でこの上いけるよね。ナイス、慎重に行った方が絶対に良かった。そしたらこう、うわ、なんだ、え、これってステージ中でも出てくるんだ。ワールドをこう飛ぶときだけに使うアイテムかと思っておりましたが、いらっしゃい。え、何、走るの、走るよ。じゃあここで、アイジャンプ。これメリコンドルは無視していいな。このコインのガイド通りにジャンプすればいいだけだと思います。ここで大ジャンプ、あっぶね、今の、今 A ボタン長押し間に合ってなかったら10コイン取れなかったよ。あぶな、まあやり直すことはできるのかもしれませんが、この下よろしくお願いします。あ、今の飛んなくてもよかったな。ゾウピーチ残しときたかった感はありました。そして
待て、そこにあるな、ピーチにしか見えないブロック。これもね、スーパーマリオ 3D ワールドとかにあった仕掛けに、まあ近いっちゃ近いですよね。あの時はピーチじゃないと叩けないだったんですけども、今回はピーチ以外でも場所さえ分かってれば叩けるという仕組みになってたみたいです。最後大丈夫だったんだ。無駄にジャンプしてしまいました。ドキドキしたね。僕見てただけなのに。まあまあまあ、あなたが直接メリコントルに攻撃されることはないと思いますけども、これ地面さやられたらまずいとかあるかな。ここ倒してないか。あ、特にないみたいですね。じゃあ勢いでここも行っちゃって、上は怪しいぞ。ほいほい、こんにちは、探し物は見つかった。あ、見つかった。ワンダーフラワー右上にありますね。あれを取りに行きましょうか。落ち着け、メリコンドル気つけろ。待て、ジャンプジャンプでここ踏んでった方がいい。あ、そんなことしなくてもいけちゃいますね。オッケー、ワンダーフラワー。何が起こるんでしょうか。え、あ、ちょっと認定、うわすごっ、見下ろし型になった。初代ゼルダの伝説みたいな。伝わってる。そして待って、なんか逃げてね、こいつ。なんで逃げんの。ちょ、フラワーコインのちっちゃい子逃げるんですけど、メリコンドルが危ない。落ち着け。しかもこれボヨンボヨンするから気をつけないといけない。で、時間制限あるな。この、え、今刺さってたじゃん。なんで今のダメなの。はい、ここで待機して一気に刺してもらう。なんで逃げるの、フラワーコインは。ちょ顔がついてるんですけど、どういうこと。見下ろし型の時だけは逃げるというよくわからないシステムなんでしょうか。で、あ、こういうところは崖だから行けない。その土管は横から入れるとかでもないと。いや、で、ファイヤーフラワーも使えないですね、ここだと。落ち着け、危ないよ、メリコンドル。メリコンドル。それはメリコンドルね。で、ここも叩いてもらう。あ、待って、上から行くの。ちょっと厳しくないか。オッケー、ナイス。はい、ユーゴッターワンダーシード。そして、あ、また普通の横スクロールに戻っていく。いや、面白かったね、今の見下ろし型。ワンダーだね。いや、ちょっとすごいな。ワンダーフラワー毎回毎回全然違う仕掛けを見せてくれるから、全然飽きずにずっと楽しめるという感じなんですが、10コインはあと1つ。その下突っかかってんね。なんかある。今のもヒントだったんでしょうね。じゃあ土管の中入っていきましょうか。おっと、パウだな。パウのところにめり込ませれば、多分10コインか何かが落ちてくるんじゃないの。ちょ、下が滑るからさ、かなり制御しづらいんですけども、これでどうだ、素晴らしい。そしてめり込んだ側もやられちゃうんですね。はい、10コイン3枚揃いました。落ち着けよ。これもうファイヤーがないからさ、まあまあまあ、ストックアイテムであるっちゃあるんですけど、なるべくこういうのは使いたくない。もうゴールだよね。落ち着け。待て。もうだよね。うわー、上まで上がるの結構しんどいのでは。こう来てないっすよ。じゃあね。はい。待って。こっちはなんかあるのでは。こっちの左。オッケー。天井裏入りま、あ、裏ゴールとかではないか。はい。まあ、フラワーコインゲットできたからいいとしましょう。で、これ勢いだな。勢いで帽子パラセー、パラセールじゃない、パラシュートでなんとかワンダフル取ることができました。ワンダーシード2つだけ。裏ゴールとかはなかった感じかな。ワンダーの時に何かすれば他のところ行けたとかありそうなステージだった気もしますが、一応ちょっとメニューで確かめてみましょうか。メリコンドルは飛んでくる、クリアすること自体はできましたと。これでワンダーシードが11。コースセレクトで、待てよ。とりあえず、このワールドに、チェックマークを皆さん注目して見てってください。あ、今んとこ全部ちゃんとクリアできてますね。じゃあ、裏ゴールとかも逃しはないんでしょう。4号目ですよ。はい。あなたはちなみに、たとえ吹雪に見舞われようとも、何でも売ってる、何でも嫌です。ワンダーシードは売ってる、ありがとう。そしたら、くじをしたいところでもありますけども、ちょっと沼りそうな気もするんで一旦やめておきましょうか。大事に使ってねって言われたしね。そしたら、はい、この先雲が晴れまして、まだまだステージは続くみたいでございますが、まあ一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。なんだこれ。じゃあ次回はバッチチャレンジふわっとジャンプレベル1からやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。